ランタンは、原子番号57の元素。元素記号あラ。柔らかく、天園性がある、銀白色の金属で、空気にさらすとゆっくりと錆び、ナイフで切れるほど、柔らかくなる。周期表におけるランタンからルテチウムまでの15の、類似元素のグループであるランタノイドの名前の、由来であり、そのグループの先頭及びプロトタイプである。 第6周期のムイ金属の最初の元素とみなされることもあり、これは第3属に置かれることになるが、代わりにルテチウムがこの位置に置かれることもある。ランタンは伝統的に気度類元素に含まれる。通常の酸化数はプラス3である。人では生物学的役割はないが、一部の細菌にとっては不可欠である。 特に人に有毒ではないがいくらかの抗菌活性を示す。ランタン原子の規定状態は 2D3 にイオンの規定状態は 1S と表される。ランタンは通常セリウムや他の気道類元素と一緒に生じる。ランタンは1839年に硝酸セリウムの不純物としてスウェーデンの科学者カール・グスタフ・モサンデルにより発見された。 それゆえに、名称、ランタナムは古代ギリシア語で、隠れるを意味する、ラムダアルファニューシータニューイプシロンヨタニューに由来する。キド類元素に分類されるが、近く中に28番目に多く存在し、鉛の約3倍の量存在している。モナザイトやバストネサイトなどの鉱物において、ランタンは含まれる、ランタノイドの約4分の1を構成している。ランタンは、 1923年まで純粋なランタン金属が管理されなかったほど複雑な過程を経ることで、これらの鉱物から抽出される。ランタンの化合物は触媒、ガラスの添加剤、スタジオ用の照明や、映社機の炭素アーク等、ライターやトーチの添加元素、電子陰極、新チレータ、自治電極など多くの用途がある。炭酸ランタンは人不全で、 血液中のリン酸塩濃度が高い場合のリン酸塩結合剤として使用される。ランタンはランタン系列のプロトタイプとなる最初の元素である。周期表ではアルカリード類金属であるバリウムの右、ランタノイドのセリウムの左に位置する。ランタンは軽い同族体のスカンジウム、イットリウムや重い放射性のアクチノイドともに第三族元素と考えられているが、 この分類は議論されることもある。スカンジウム、イットリウムやアクチニウム同様、ランタン原子の57個の電子は G5D16S2 という配置になっており、3つの値電子が気ガス中心の外側にある。化学反応においては、ほとんどの場合酸化数プラス酸を形成するために、5D および 6S 赤くからこれら3つの値電子を放出し、 気ガスであるキセノンの安定配置を達成する。いくつかのランタン化合物も知られてはいるが、ずっと安定性が低い。ランタノイドの中でも、ランタンは、22の 4F 電子を持っていないため例外的である。実際、ランタノイドの科学的性質にとって、重要な 4F 軌道の急激な収縮と、エネルギー低下はセリウムで生じ始める。それゆえ、強い常時性を持つ、 以降のランタノイドとは異なり非常に弱い常時性を持つだけである。さらに、酸化のランタノイドの有点は 6S、5D、4F 電子のハイブリッド形成の程度に関係しているため、ランタンの有点は全ランタノイドの中でセリウムに次いで2番目に低い摂取920度である。ランタノイドは左から右に行くほど硬くなり、その予想通りランタンは 柔らかい金属である。室温で 615NωM と比較的高い抵抗率を持っており、これと比較して良い導体であるアルミニウムは 26.50NωM に過ぎない。ランタノイドの中で最も揮発性が低い。ほとんどのランタノイド同様、室温で六方小構造を持つ。摂氏310度で免震立方構造に変化し、 摂氏865度で耐震立方構造に変化する。周期表の傾向から予想されるように、ランタンはランタノイドで最大の原子半径を持ち、安定な第三属元素である。したがって、ランタノイドの中で最も反応性が高く、空気中でゆっくりと錆び、容易に燃焼して酸化カルシウムとほぼ同じ塩基性の酸化ランタンラニオ酸を形成する。 ランタンのセンチメートルサイズの資料は、アルミニウムやランタンの軽い同族体である、スカンジウムやイットリウムのように保護酸化物コーティングを形成するのではなく鉄のサビのように酸化物が破砕するため、一年で完全に腐食する。ランタンは、室温で、ハロゲンと反応して酸ハロゲン化物を形成し、温めると非金属の窒素、炭素、硫黄、リン、ホウ素、セレン。 ケイ素ー及びヒ素と二元化合物を形成する。水と、ゆっくり反応して水酸化ランタンラ酸を形成する。気流酸中では、容易に、水和酸溶性イオン、ラキュー酸を形成する。ラ酸は、F 電子を持たないため、水溶液中では無色である。ランタノイドの中で最も強く最も硬い塩基であり、これは、ランタノイドの中で最大であることから予想される。 バリウムからネオジムまでの安定同位体を示す各種の図の抜粋自然発生するランタンは安定した139ラと原子の長寿命放射性同位体である138ラの2つの同位体で構成される139ラの方がずっと多く天然ランタンの99.910%を占めるこれは S 過程及び R 過程で生成する 非常に稀な同位体138らは、数少ない原子奇数奇数原子核の一つであり、半減期は1.05011年と長い。これは、S 過程と R 過程で生成できない、陽子の多い P 原子核の一つである。138らはより珍しい180またとともに、ニュートリノが安定した、原子核と、相互作用する乳過程で生成される。 他のすべてのランタンの同位体は合成により作られ、半減期が約6万年の137ラを除いては、半減期はすべて1日未満であり、ほとんどの半減期が1分未満である。同位体139ラ及び140ラは、ウランの核分裂により生じる。酸化ランタンは、それを構成する元素を直接反応させることで、調整できる白色個体である。 ラ3イオンが大きいため、ラニオ酸は、六方小7位構造を取り、高温では酸化スカンジウムや酸化イットリウムの6、位構造に変化する。水と反応すると水酸化ランタンが生成し、この反応では、多くの熱が生じ、シューという音がする。水酸化ランタンは、大気中の二酸化炭素と反応して、塩基性炭酸使を生成する。 フッカランタンは水に不要であり、ラサ酸の存在を確認するための訂正試験として使うことができる。重いハロゲン化合物はすべて非常に可用性の高い超海化合物である。無水ハロゲン化合物は水和物を加熱すると加水分解を引き起こすため、それらの元素の直接反応により生成される。例えば、 水は下、ラクル酸を加熱すると、レオキルが生成される。ランタンは、水素と発熱的に反応してに水素化物、ラニを生成する。これは、黒色で、自然発火し、脆くふっかカルシウム構造の導電性化合物である。これは非化学量論的な化合物であり、より塩であるラッサンとなるまで電気伝導度の損失を、伴う水素のさらなる吸収が可能となる。 ライニアライと同様に、ラニはおそらく電子化物である。ラサンはイオン半径が大きく、電気的溶性度が大きいため、結合に対する共有結合の寄与はあまりなく、従ってイットリウムや他のランタノイドのように限定的な肺異化学を持つ。周酸ランタンはアルカリ金属周酸溶液にはあまり溶解せず、ラサンジュには摂取500度付近で分解する。 酸素は、ランタン錯体の中で、最も一般的なドナー原子である。この錯体は、ほとんどが、イオン性であり、しばしば6以上の高い配位数を有し、8が、最も特徴的であり、半四角柱形とデルタ12面体構造を、形成する。これらの広配異種は、ラ 23QH2O のような綺麗と配位種を、用いることで、配位数は12にまでなり、 しばしば立体科学的な要因により対称性が低い。ランタンの科学的性質は元素の電子配置のために対結合を伴わない傾向があり、それゆえ有機金属化学は非常に限られている。最も特徴的な有機ランタン化合物はテトラヒドロフラン中で無水のラックル酸をナック5 h 5と反応させて作られる。 シクロペンタジエニルサクタイラサンやソノメチル、地下誘導体である。カール・グスタフ・モサンデル、ランタンの発見者1751年、スウェーデンの鉱物学者、アクセル・フレドリク・クルーンステッドは、バストナズの鉱山から重い鉱物を発見した。これは後に、セライトと命名される。30年後、15歳のビルヘルム・ヒッシンジャーが、 家族が所有していた鉱山からその資料をカール・シェーレに送ったが、シェーレはその中に新元素を発見することはできなかった。1803年、ヒッシンジャーがアイロンマスターとなった後、イエンス・ベルセリウスと共にこの鉱物に立ち返り新たな酸化物を探理し、2年前に発見された純惑星セレスにちなんでセリアと名付けた。セリアは同時に独立にドイツで マルティン・ハインリヒ・クラプロートにより単理された。1839年から1843年まで、セリアはベルセリウスと同じ家に住んでいた、スウェーデンの外科医、科学者のカール・グスタフ・モサンデルにより酸化物の混合物であることが示された。彼は2つの酸化物を分離し、ランタナとジジミアと名付けた。彼は、硝酸セリウムの資料を空気中で放置、 得られた酸化物を希少酸で処理することで部分的に分解した。ランタンの特性はセリウムの特性とわずかに異なるのみでその塩の中で一緒に発生するためこれを古代ギリシア語のラムダアルファニューシータニューイプシロンヨタニューランタニアンから命名した。比較的純粋なランタン金属は1923年に最初に管理された。ランタンは すべてのランタノイドの中で3番が目に豊富に存在する。地殻の3 9ログラムを占め、これはセリウムの6 6 5ログラムとネオジムの4 1 5ログラムに次ぐ多さである。地殻では鉛の約3倍存在する。いわゆる気土類元素に含まれているが、このように全く珍しくない。しかし、石灰や マグネシアなどの一般的な土類よりは稀であり、歴史的に少数の堆積物しか知られていないため、このような名前がついている。採掘過程が難しく、時間がかかり、高価であるため木土類金属とみなされている。木土類鉱物で見つけられる主要なランタノイドであることは滅多になく、化学式では通常セリウムの方が多い。ラの方が多い鉱物の珍しい例は、 モナザイトマイナスやランタナイトである。ラサンイオンは周期表ですぐ後に続くセリウムグループの前半のランタノイドと同様の大きさであるため、リン酸塩、イ酸塩、炭酸塩などの鉱物でそれらと一緒に生じる傾向にある。鉱物にはモナザイトやバストネサイトがあり、ここで M はスカンジウム及び放射性プロメチウムを除くすべての軌道類金属を指す。 バストネサイトは通常、トリウムと重いランタノイドが不足しており、これから軽いランタノイドの生成にはあまり関わらない。鉱石は粉砕された後最初高温の濃硫酸で処理され、二酸化炭素、復化水素、四復化系素が生じる。次に生成物は乾燥され、水で浸出され、ランタン含む前半のランタノイドのイオンが溶液中に残る。 通常すべての気土類とトリウムを含むモナザイトに対する手順の方がより複雑になる。モナザイトはその時期特性により、電磁分離を繰り返すことで分離できる。分離後、熱の硫酸で処理すると、気土類の水溶性硫酸塩が生じる。酸性の老化液は、水酸化ナトリウムで部分的に中和され、pH34 になる。トリウムは、 水酸化物として溶液から沈殿し取り除かれる。この後、溶液を硝酸アンモニウムで処理し、軌道類を不要性の硝酸塩に変化させる。硝酸塩は、アニーリングにより酸化物に変化する。酸化物は硝酸に溶かされ、その酸化物が硝酸に不要であり、主要な成分の一つであるセリウムが取り除かれる。 ランタンは結晶化により、硝酸アンモニウムとの復縁として分離される。この塩は、他の気土類復縁よりも、溶解度が、比較的、低いため、残留物として残る。強力な、ガンマ線を放出する232酢の娘である 228RA が含まれているため、一部の残留物を、処理するときには、注意が必要である。 ランタンは隣接するランタノイドがセリウム一つであるため比較的簡単に抽出できる。セリウムは酸化数プラス4に酸化されることを利用して取り除くことができる。その後、ラ 32NH4NO34H2 の分別証、赤法の歴史的な方法、もしくはより高い純度が望まれる場合は、イオン交換技術によりランタンを分離することができる。 金属ランタンは、その酸化物を塩化アンモニウム、または、フッ化アンモニウム及び、フッ化水素酸と共に300摂氏400度で、加熱して塩化物や、フッ化物を生成することにより得られる。これに続いて、真空中もしくは、アルゴン雰囲気中ではアルカリ、または、アルカリード類金属による還元が行われる。また、純粋なランタンは高温で無水ラクル酸及び、 NACL か KCL の溶融混合物の電気分解によっても生成できる。ラニオ酸がセラミックコンデンサや光学レンズの材料に使われる。また、ラニゴは水素急増合金として注目されている。炭酸ランタンが人不全患者のリン吸収阻害薬として使用されている。ヨハネス・ベドノルツとカール・アレクサンダー・ミュラーが最初に発見した。 高温超電動物質がランタンを含む同酸化物セラミックスだった。最大高度で光っているコールマンのホワイトガソリンを使ったランタンのマントルランタンの歴史的な最初の用途はガスランタンがマントルである。カール・ベルスバッハは酸化ランタンと酸化ジルコニウムの混合物を使用し、これをアクチナフォアと呼び1886年に特許を取得した。 元々のマントルは緑色の光を発しあまり成功せず、1887年にアツジェルザドーフに工場を設立した彼の最初の会社は1889年に失敗した。ランタンの現代的な用途は以下。ラブ6熱陰極ズブロンガラスとシリカの赤外線、透過率の比較ランタンは人での生物学的役割は知られていない。この元素は 蛍光灯予後は非常に吸収が悪く、注射した場合その排泄は非常に遅い。炭酸ランタンは末期人疾患の場合に過剰なリン酸使用を吸収するためのリン酸塩結合剤として承認された。ランタンはいくつかの受容体やイオンチャネルに対して薬理学的効果を持つが、ギャバ受容体に対する得意性は酸化の非イオンの中でも独特である。 ランタンは、ネガティブアロステリックモジュレーターとして知られる亜鉛のギャバ、受容体上の同じモジュレーター部位で作用する。ランタン比、イオンラ3はネイティブ及び組み換えギャバ受容体において、ポジティブアロステリックモジュレーターであり、サブユニット配置に依存した方法で、開口チャンネル時間を増加させ、脱感差を減少させる。ランタンは、メタンシカ細菌、メチルアシディフィリムフューメリオリカムソルブの、 メタノールデヒドロゲナーゼに必須の保因子であるが、ランタノイドの科学的類似性が非常に高いため、セリウム、プラセオジム、ネオジムで痴漢しても悪影響はなく、それより小さいサマリウム、ユーロピウム、ガドリニウムでも成長が遅い以外の副作用はない。ランタンは程度から中旅の毒性を持ち、取り扱いには注意が必要である。ランタン溶液を注射すると、 高血糖症、低血圧、脾臓の変性、肝臓の変化が生じる。炭素ワーク等に用いたことで人々を気土類元素の酸化物や復化物にさらし、時に人敗を引き起こした。ラサンイオンは CA2 イオンと大きさが似ているため、医学研究では後者のトレースが簡単にできる代替物として使用されることがある。他のランタノイド同様、 人の代謝に影響を与え、コレステロール値、血圧、食欲、血液凝固のリスクを低下させることが知られている。脳に注射すると、モルヒネや他のアヘン剤同様鎮痛剤として機能するが、その背後にあるメカニズムは、現在のところ不明である。ありがとうございます。